こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラアマゾン室無料相談。オーストラアマゾン室、学歴も年齢も関係なく、どこでも稼げるスキルが身につきます。初心者向けの簡単な副業。輸出ビジネスは覚えるのは簡単。それなのに大きく長く稼げます。まずは無料相談にお申し込みください。9月30日まで無料相談受付中です。こちらにメールアドレスを記入してお申し込みください。なお、今 YouTube 動画で見ている方は、YouTube 動画のここにはアドレス入れられませんので、動画の説明欄にある URL をクリックしてから、このページからメールアドレスを入力して、無料相談にお申し込むをクリックしてください。一足先に始めたサポートの受けた会員さんの実績を紹介します。一人目。もう4年10ヶ月サポートを継続していただいてます。飲食業でコロナで、ね、休業中に Amazon 輸出物販を本業にして、まあ、現在は、ね、月8万2000ドル。去年の年間売上は98万ドルです。飲食店から物販が本業に変わりました。それぞれ記事の方からね、個別の解説動画もありますので、よろしかったらご覧になってみてください。事例に、10年間サポートを継続していただいてます。給料とアマゾン輸出で年収1000万を超えましたと。やっぱ本業だけでね、年収1000万を超えるっていうのは、なかなか、ね、厳しいんですけど、まあ、副業と合わせて年収1000万っていうのは、割とこのオーストラアマゾン輸出に取り組めば、簡単に達成可能です。この方、割とブラックな会社勤めで、あまり Amazon 室やる時間もないんですけど、副業がてら取り組んでいただいて、本業プラス副業で1000万達成しています。実績さん、6年10ヶ月サポート継続中です。楽天販売で大赤字でしたが、Amazon 室で稼げるようになりました。月売上1万ドル。乳幼児お二人の子育てをしながら Amazon 輸出に取り組んでいる会員さんです。まあ、先ほどのね、副業の方もそうですけど、まあ、乳幼児の子育て、非常にもう時間が取られて、なかなかね、時間ないんですけど、そういった中でも、アマゾン室、稼ぐことができます。アマゾンはほとんどやってくれると。ね、あなたがやるのは、まあ、私のアドバイスを受けて、扱うと決めた、儲かる商品を送るだけという手軽さなんでね、時間はあまりかかりません。実績4。8年間サポートを継続していただいてます。休業中にオーストラアマゾン輸出に取り組んで好きなことができるようになりましたと。8月の売上は4万3000ドルです。今やもうね、十分稼げてるんで、儲かんなくてもいいからやってみたいことをやってみたいですというような相談までいただくようになりました。そしてこの方が一番長くサポートを受けていただいてます。12年1ヶ月サポートを継続していただいてます。月5万円の元で始めて Amazon 室が本業になりました。この方は中国にお住まいの会員さんです。で、今まで、まあ、ずっとサポートを受けている会員さんの実績ばっかりでしたけど、実績録、こちらの会員さんは半年間、6ヶ月間のサポート、今年の3月に始めて、オーストラアマゾンを外貨を稼ぐ投資と考えて取り組んでます。月売上1万650ドルと、まあ、非常に、順調に稼げるようになってきました。また実績7、9ヶ月間サポートを継続しています。海外移住を目指してオーストラアマゾンを始めました。売上はまだそれほど伸びてないんですけどね、これから伸ばすのに必要な準備、アマゾンブランド登録、商品カテゴリー許可、準備は万端といったところです。世界的に見て、日本の物価は非常に安いです。物価の安い場所から物価の高い場所に物を動かすのが物販の原理原則です。日本に住んでいるなら輸出ビジネスで稼がないのはもったいないです。